ベンチャーキャピタルとは、ハイリターンを狙ったアグレッシブな投資を行う投資会社のこと。主に高い成長率を有する未上場企業に対して投資を行い、資金を投下する。経営コンサルティングなどを提供し、投資先企業の価値向上を図る企業も存在する。担当者が取締役会等にも参加し、経営陣に対して監視、コントロール、指導を行うこともある。 事業会社が保有するコーポレートベンチャーキャピタルは VC の一種だがフィナンシャルなリターンだけでなくむしろファンドの設立母体となった企業の新規事業立ち上げのために寄与する技術やアイデアなどの事業シーズを獲得するための情報探索のツール新規事業立ち上げを推進する方策としての VC ファンドのことであるジャフコやヤマト、SMBC キャピタル等の業界大手は 企業を買収等も言っており、買収ファンドの一面も持つ。ベンチャーキャピタルは未上場企業に投資し、ファンドの運用報酬も収益源とする事業である。投資した企業を上場させたり、他のファンド等に転売して利益を得ることもある。投資が失敗し、廃業したり上場できないベンチャーも多いため、各投資案件に対しては、投資金額の3倍、5倍、10倍といったリターンを 目標としている。つまり、打率は低いが、長打を狙うタイプの投資方針となっている。一般には、株式等のエクイティの引き受けが、基本的な投資手法となっているが、その他に、いわゆる CB の引き受けや様々な設計の種類株、等の引き受けも行う。自己資金を未上場企業に投資するケースと、投資事業組合を設立し、投資家から資金を集めて、 ベンチャーキャピタルがそのファンドマネージャーとして未上場企業に投資するケースとがある。このようなベンチャーキャピタルファンドは金融商品としては直接金融の中のオルタナティブ投資の一つであるプライベートエクイティの一形態として位置づけられる。未上場企業に対して出資という形態で資金を投じるため産業育成という役割が非常に大きい。ベンチャーキャピタルが出資先。 ベンチャー企業の経営に深く関与する場合もある。このような投資スタイルは、ハンズオンと呼ばれている。時には投資担当者が、投資先企業の社外取締役に就任して、経営の一端を担うこともある。1963年に、政府の特殊法である、中小企業投資育成会社法によって設立された、東京中小企業投資育成、大阪中小企業投資育成、 名古屋中小企業投資育成の3社がベンチャーキャピタルの草分け的存在であると言われている。民間のベンチャーキャピタルで最古のものは1972年の京都エンタープライズデベロップメントで現存する中ではジャフコが最初である。ジャフコが野村グループの一員として設立されたように日本におけるベンチャーキャピタルはその多くが銀行、証券会社、保険会社など 金融機関の関連会社である。その他に、事業会社系、商社系、通信系などのベンチャーギャピタルが存在する。これらのベンチャーギャピタルが運営するファンドは、もっぱら親会社が出資しているため、コーポレートベンチャーギャピタルを得る。CVC 投資の始まりは、米国ゼロックス等が1960年代であり、日本の超大手企業にもすでに普及している。イノベーションのジレンマで、 社内から新しいイノベーションが生み出されないといったケースや、純、大手企業や中堅企業で、中央研究所などからの自社内 R&D が出てこない場合など、外部に新しい事業シーズを求めなければならない状況にある、オープンイノベーションの最適なツールとなっている。大学系のベンチャーキャピタルも存在するが、私立大学であれば、CVC と同様、親会社が出資しており、 公立大学であれば税金が原資である。これらの大学系ベンチャーキャピタルは特定の大学の技術や学生を支援する目的で運営されている。東京中小企業投資育成、大阪中小企業投資育成、名古屋中小企業投資育成以外にも政府系のベンチャーキャピタルは多く設立されている。CVC や大学系、政府系ではなく関連企業を持たない。 ベンチャーキャピタルは独立系とも呼ばれ、ファンドの資金調達を独自に行うとともに、業種に特化するなど、投資方針の独立性を持つことが多い。2002年11月に日本における業界団体としては、初めての日本ベンチャーキャピタル協会が設立された。なお、業界最大手のベンチャーキャピタルである JAFCO も2016年6月15日に加入が発表された。 証券系都市銀行系保険系その他金融事業、会社系事業創造型日本の主な政府系ベンチャーキャピタル。ありがとうございます。